アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは、わちみなみです。今私は DVD の撮影でサイパンに来ています。でもサイパンはですね、本当にいいところなんですよ。具体的にはまさにじゃないな、なんといっても綺麗な海ですね。海が本当になんていうんだろう、広くて透き通っていて元気、日本とは全然違う珍しい動物も見れてですね、私が泊まったホテルがハイアットリージェンシーというところで、もうすごく内装 もう南国チック、もうすごい綺麗な、なんかなんていうんですかね、コーラルオレンジの壁で、もうお風呂も豪華な感じで、そのホテルの1階のところにオウムがいて、そのオウムの色もとっても鮮やかで、青とか緑とか白が混ざったような色で、日本にいるかいないか分かんないですけど、日本だったらヤッホーとかこんにちはとかいいじゃないですか。でもそこサイパンだったから、ハローって言ってくれて、なんか人間だけじゃなくて、なんか動物もやっぱ英語喋るんだってすごい感動したからね、動物と英会話できるところなんてなかなかないと思いますよ。そう、とっても楽しかったので、もうこの作品も絶対見てる人も楽しくなるはずです。ではお楽しみに、バイバイ。撮影中一番楽しかったことは、色鮮やかなお花がたくさん見れたことです。泊まったホテルの中に、プールの横にすごい庭園みたいなところがあって、名前はよくわかんないんですけど、あ、わかるかもしれない、プルメリアとかハイビスカスとか、もうすごい珍しいお花がたくさんあったので、それを見ると心が癒されました。驚いたことは、夜サイパンの街中でマッサージ屋さんに行ったんですけど、マッサージ屋さんのお姉さんがすごい日本語が上手だったことですね。もうすごい日本語が上手で異文化交流できたことです。家に帰ってまず最初にすることは、鍵をいつもの場所にしまう、で手を洗ってうがいをすることです。至ってシンプル。スタイルを維持するためには、運動を全くしないっていうのをやめる、運動は常に意識するようにしてます。本当はあまり得意じゃないんですけど、なるべくするようにしてます。言われて嬉しい言葉は、これはファンの皆さんとかに言っていただける言葉の中で特に嬉しいんですけど、なんかいつもなんかその笑顔に元気もらってますとか言われると、あ、頑張んなきゃって思いますね。嬉しいと思います。仕事がオフの日は、なかなかこう夜帰りが遅くて見れなかったりしたテレビ番組とか、あ、そうですね、バラエティとかドラマとかを見ることです。あとは料理を頻繁にできないので作り置きとかしてます。ドライブデートするなら、どこだろうな、星が見えるところか海が綺麗なところがいいですね。私海がすごい大好きで、地元も海のすぐ近くだったので、東京に来てから海に入ることって仕事以外でなかなかないので、海が見えるところに行きたいですね。男性にキュンとする瞬間、なんだろう、キュンとする仕草っていうか、かっこいいってなるのは、走ってるとこ見るのめっちゃ好きです。走ってるところ見るとキュンとしますね。なんかかっこいいなと思います。全力疾走してるってことが好きかも。今後挑戦してみたいお仕事は、そうですね、映像のお仕事ですかね。おしゃべりももっと上手になって、バラエティとかも出てみたいってのもあるんですけど、こう今はグラビアを中心にお仕事をやってて、グラビアでたまにテーマとかがあって、なんか冬の温泉旅行とか言われると、なんかそういう気持ちで臨んだりするので、そういう演技とかもやってみたいですね。皆さん、この DVD のタイトル、わち南へ、の通り、私わち南が南の島
サイパンに行ってきてとっても楽しい時間を過ごしました。 DVD 絶対楽しい内容になってると思います。ぜひ見てください。バイバーイ。